それは誰もが忘れそうなほど地方の小さな村の出来事。悲劇は幕を閉じ、その傷跡も消え去ろうとしていた。ある日、青年はかつて出会った少女に思いを馳せる。あの日聞けなかった言葉、あの日果たせなかった約束、その後悔と慟哭が閉じられたままだった運命を開く一つの光となった。暇つぶし。運命は幸せだけじゃない。でも不幸を望む人なんて誰もいない。